あれか、行きに乗ってきた列車と一緒かなと思ったけど、304ってことは、あとでちょっと画像を見直しますけど、最初に伊駅から、あの、松阪から伊駅の間に乗ってきたやつと一緒のやつか。あ、そうかそうか。それが折り返して、そっから松阪から伊勢沖追記になって、で、伊駅で、そうですね、あの、入れ替え寄せってことでしょうね。あ、そうかそうかそうか。よし。さあ、全く新鮮味がありませんね。つい1時間ほど前に見た光景ではありますけど。なんか変わったところあるかな、この1時間で。まあ、何も変わらないでしょうね。ちょっと、お客さんの数は増えてるかな。ちなみに、次の列車が、11時30分ですから、ここの駅で、まだ20分ほど時間ありますね。ちょっと、さっきのやつとかだけ捨てて、ね。行こうかと思います。まあでも多分ね、直接ね歩いてったらね30分ちょっとできると思いますよ。今回ねだいぶ寄り道をしましたからね。初っ端だって反対方向の郵便局の方行ってましたからね。それじゃあね、時間もかかるわってわけで。はい。でね、ことでね、まあ何やかん言ってねずっと歩いとったんでね、ね、汗もかきましたんでね、水をね今買い足してきて、あの先お茶買ったところとね一緒のところですけどね、かってね、まあ、これぐらいで着きましたよとかって話しながらね戻ってきたわけでございます。あ、でこっちのうどん屋さんがオープンしましたね。こんなところとかあるんですね。丸うさん、へえ、中うのうなんだね、うさぎのうなんですね。へえ、しかしジビエとかやってんだ。へえ、それちょっと気になりますけどね。それいかんすよね。おお、来た。コミュニティボス来ましたね。あ、この時間だとこういうアクセスがあるんですね。これどこで展開するんやろ。あ、そこで、あれか。入れ替えるんだ。あ、こんにちは。マルティンのとこかな。森林セラピーとかなんかこんなんあるんですね。森に帰るな、まあ確かに、まあいい感じでしたからね。いや、癒しの力ありますね。あのね、ちょっとね、発信のところ歩いとってもね、癒され感ありましたからね。あ、で、真っ逆行きになりましたね。ってことで、ね、まさかで、ちょっと見てきましょう。よし。帰りは、どれぐらい乗るんだろうな。よいしょ。よいしょよいしょ。はあ、あと言うてね、歩き回りましたからね、やっぱね、一駅区間といってもね、歩くとまあまあな距離ですよ。ああ、疲れた疲れた。よし、よし、またゆっくりゆっくり真坂まで戻りましょうか。すごい絶景ですよ。ちょっと時間ありますけど、ちょっと降りようか。はい、これね運んでますよね。よいしょ。スタブをね持ってきましたね。でこのスタブを、ね、向こうから来たね伊勢沖行きの列車に渡すっていうね。ちょっと時間もあるし、ちらりと駅舎の方を見てきましょうか。こんな感じね。で、こっち側からやっぱり背置き継ぎやるですね。さっきはね、逆でしたけどね、こっちからまさか行って出ましたけど。あ、ちゃんと手洗い場もありますね。ここね、友人駅になっておいて、あ、でも、すごい。奥行きのあれですね。あちらにフリーキップで来てるんで、まあ普通に出入りして問題ないと思うんですけど。まあこんな感じで、まあもうそのうち電車も来ますからね。あれですけど。まあまあ。入り口のところまで結構重いかね。よいしょ。あ、こんにちは、どうぞ。
はいはい。いい、え、どっち方面でした？ね、まあ、だいたい一緒で、一緒ですかね。そうですね。沖手の方は23分。そうですね。23分。そうですね。23分ですね。沖手方面は。はい。まだちょっと時間ね。初めて来たところなので、当たり前のようにね、こうね、案内をするっていうのはね、接客業の癖でしょうね。こんな感じで、まあ、もう車の方ちょっと戻りましょうかね。で、あちらにこんな感じで、一応電車が来たら、こういう警報器が鳴るみたいになるのかな。ああ、そういうことか。電車が通過するときは、声をかけて通れないようにしてるんですね。ある意味、踏切。校内踏切みたいな扱いなのかな。まあ一応校内踏切でしょうね、これ。踏み切りますからね。なんか乗って待ちましょうかね。開きっぱなしになっといて、閉めとかんとね。よし。普通はこっちからこっちにあれですね、なるんですね。やっぱりね、こちらからこちらのホームから発車する、2番ホームから発車するのは珍しいのかな、うん、結構いいのが取れたかもしれませんね。で、そうしとると違う手に引き当てくる。で、渡ってきたんで、で、一回これを開放するんですね。なるほどね。まあ、これでまた通れます。